アメリカのオバマ大統領は20日国交回復したキューバを現職大統領として88年ぶりに訪問しますアメリカとの関係改善でキューバの人々の生活に変化が起きていますこちらは羽原市内の公園ですがほとんどの人がスマホやパソコンに夢中になっています実はキューバでは一部の公園にだけインターネット回線が設置されていましてみんなインターネットをするために集まってきています この公園ではおよそ300円でインターネットに1時間接続できます。主な利用目的はメールやインターネット電話です。ハバナ在住のロベルトさんは1ヶ月前に親戚のつてをたどり、アメリカに移住した幼馴染と会話しました。 幼馴染はアメリカ生活を満喫していると話したということですが、ロベルトさんは今の法律ではアメリカにはいけません。<noise> 経済が困窮するキューバではインターネットなどで外部の情報に触れ、生活改善を目指す若者が増えています。オバ,オバマ大統領の訪問でこの流れがさらに加速しそうです。